はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から F 字王の動画撮っていきたいと思います。今回はマリー・アントワネットについて解説していきたいと思います。マリー・アントワネットね、まあ、使い方としては俺はタンクとして使ってる感じかな。まあ、そこら辺もいろいろやりながらやっていきましょう。まず、スキルですね。スキルについてやっていきましょう。第一スキル、敵単体かっこ異性に確率で魅了状態付与。これに関してはレベル1で 50%、 レベル6で 65%、 レベル10で 80%。 なんでまあ確定で入るわけじゃないんですが、まあまだ入りやすいって感じかな。まあちょっとね、魅了に関してはエウとかステンノとかの方が多分確率としては高いと思うんですが、まあ男性相手になると、まあ普通にマリー・アントワネットも活躍できるっていう感じかな。まあこれに関してはあんまスキル上げはしてない感じだね、俺は。で、これですね。これがね、普通に強い。麗しの姫君、自身に無敵状態を3回付与&HP を毎ターン回復する。なんですが、まあ、無敵状態3回付与っていうのは、クフーリンと一緒です。弥生の加護と一緒。それが、弥生の加護だった場合、防御力アップとかそういう系だと思うんですが、それが HP 回復状態を付与になってるだけです。で、HP 回復状態付与、過去5ターンに関しては、レベル1で200、レベル6で400、レベル10で600。なんで、もしね、最大で3000回復するんですが、まあ、1回も攻撃されずに、無敵を使って、まあ、無敵が剥がれた瞬間にまた無敵撃てるっていうのもあるんだけど、その状態だと3000体力回復することできるんで、まあ、相当ね、やっぱタンク寄りっていう感じだね、マリー・アントワネットは。で、第3スキルも、自身に、精神異常付与成功率アップと、HP を大回復あるんですが、レベル1で、精神異常の成功率アップが 10%、 レベル6で 20%、 レベル10で 30% アップいたします。で、 HP 大回復に関してはレベル1で1000、レベル6で1750、レベル10で2500。なんで、まあ、相当強いかな。まあなんかマリー・アントワネット初めに無敵打って、まあ無敵剥がれてちょっと殴られた時に第3スキルと無敵を張ることによりやっぱりタンクになる。バーサーカーとかそこら辺が相手でも割とタンクとして壁役としてやっていけるっていうサーバントだね。体力もどちらかっていうと多分これ HP 寄りって感じなのかな。それで、スキルに関してはあれだね、スキルじゃねえや、防具に関しては敵全体に強力な攻撃&味方全体の HP を回復&弱体解除。なんで、まあ、普通に強い。弱体化解除してくれるっていうのも嬉しいし、味方全体のね HP を回復してくれるっていうのもでかい。で、 HP 回復に関してなんですが、これはねオーバーチャージが上がっていくことに変わりますが、そこまでって感じだね。レベル1オーバーチャージ1で500、2で1000、3で1500、4で2000、5で2500なんですが、まあ、ほとんどの人が多分オーバーチャージ1で打つと思うんですが、まああんまり500なんか気持ち回復するなーぐらいです。そんな感じです。あ、それであれだね、言うの忘れてたんですが、この、精神異常付与確率アップと、魅惑の微星を合わせることにより敵が男性なんですが魅了状態に入りやすいっていうのがあるんで割と強い。ただこの打ってる途中に、まあこの第3スキル打ってる途中に第1スキル打たないといけないっていうのがちょっとあれだね、確実にやっていきたいってなったらそうなっちゃうんで注意が必要かな。で、コマンドに関しても、まあクイック寄りっちゃクイック寄りなんだけどアーツも貯めれるんで、ただね確かマリー・アントワネットそこまで NP 効率だって高くなかったはずだから注意が必要だね。で、やっていきたいと思います。場所としてはちょっとね今回タンク役みたいなのやってみたかったんでバーサーカーとこ行きます。マリーよ、さあ一緒に。はい、ではやっていきましょう。まあ何がタンクかっていうと、まあまずクーフーリンにケイネスレースを入れて自分に無敵打っときますってやると、まあ相当ね本当に壁になるんですよ。ミコーンを攻撃されない限り大丈夫っていう、ね、
でやっぱりね NP 効率に関してはマリアントワネットそこまで高くないんでやっぱ注意が必要って感じかな。超未婚してるやん。未婚しとこう。どちらかっていうとねやっぱねあれマリアントワネットに関してはサポートしてもらいながらっていう感じで、ね、タンク壁役プラスって感じだね。そこまでねポン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 いい感じで防具回転率もそこまでめちゃくちゃいいっていうわけではないんでまあ注意が必要っていうのと強みはこっちだね。あのライダークラスっていうことで星をめちゃくちゃ吸ってくれるっていうのがいいね。でタバモトアーツ性のアップとかするとまあクリティカルダメージ多分入るかな。入ったね。アーツのタマモちゃんのアーツアップとクリティカル入ることによりまあ割とね NP 効率も良くなったりするんでまあ相当いいっちゃいいんじゃないかなと思います。どちらかっていうとタマモこの状態だったら宝具打てますね。宝具打ちます。宝具に関してはねそこまで火力は出ないです。どちらかっていうと本当にねタンク寄りだからあんまり出ない。ただ HP 回復してくれるのと弱体化解除してくれるのが強みって感じかな。そうだね火力っていうよりどちらかっていうと星出しの方が強いね。そうマリー・アントワネットすごい行くな。で、自分で作った星をね、まあ、自分で回収してクリティカルしていくっていう。やっぱそうだねクリティカルしていくっていう感じのパーティーになるかな。マリー・アントワネットをちゃんと運用したいって思うと。そうだなクリティカルしたら割と星も吸ってくれるし出してくれるし結構いいね。で次のターンたまる。これはねこれがマリー・アントワネットがタンクって呼ばれる理由ちゃって理由かな。まあタンクって言ってるの俺だけかもしんないけどやっぱね今あと1回てか5ターン、攻撃されたと思うんですが結局マリー・アントワネットにあまり攻撃が来ないと本当にまたもう1回無敵張ることできるんですよね。これがやっぱり強みっていうのと、まずこっち側のやって魅了するとまあ入る、まあ、絶対入るっていうわけじゃないけどやっぱ成功率付与が加算されてるんで普通に第1スキル打つよりも第3スキルを打ってからやった方が気持ち入るって感じかな。でやっぱここでね未婚オンするとねやっぱいいんですよね。どちらかっていうとマリー・アントワネットはタマモの方が合うんじゃないかなと思います。何気にね、タマモのセリフとかさ、なんかホーグセリフとか変わってるよね。そうだね、やっぱタマモが合ってる気がするな。タマモのホーグ自体があの HP 回復と NP を増やすで、味方全体のスキルチャージを1進めるなんで、まあ相当やっぱアントワネットがね、行きやすいっちゃ行きやすい感じかな。もうちょっと未婚しといて。でやっぱりね星を出すと自分で吸ってくれる。まあ今回に関しての星は2030年のかけらのやつだと思うんですがまあ相当吸ってくれてるね。で、ここで亡くなったんですがここでまた無敵発動とかできるんでマリアントネットはほぼダメージを受けずに攻撃することができる。で、空風林とかと合わせると本当にノーダメでいけるね。ただやっぱ防御威力に関してはバフがないとけど3万与えてるのか。あけどこれバーサーカー相手だからバーサーカーじゃないってなると1万5000ぐらいか。やっぱそこまで高くはないね。ただ無敵張ってるんでまだ大丈夫。まあ、やっぱそうだね、クリティカルで殴っていきましょう。なんか下手し宝具打つよりもなんかクリティカルで殴った方がダメージ出てません？気のせいかな。
いや絶対気のせいじゃないと思うけど、絶対そうだと思うけど、まあいいや。これ9万5000削れるかな。超怖くなってきた。あ、ここでもうそろてか地味にクフリンの兄貴が何もせずに残ってるっていうのがすごいな。で自分で吸ってるんで、あ、それとあれね、ここ第3でアーツナイス打てるからどれぐらい溜まるかだね。うん、やっぱり NP 法律に関しては素の状態だとそこまで高くないって感じだね。でここに関してはまあ無敵張ってるんで、ちょっとミコーンが死んじゃう。まあしゃあないか。ちょっと見つかってさせて。耐久寄りだな、どちらかっていうとやっぱり使ってる感じ。てかね、確かねライダー系のやつでね、割と最近てか初めてじゃないんだけど、割と初期ら辺に当たったサーバントだから、なんか割とねなんか気持ちね使ってるっていうのがある。あとはねまだね自分がね戦力がなかった時かな、その時にあのランスロットじゃない12のヘラだね、去年の12回ヘラで確か動画になってると思うんだけど、マリー・アントワネット使ってずっと回避してたっていう記憶はある。まあちょっとタマモちゃん本当ごめんね。タマモ。こっちに帰る。で今敵がクリティカル威力アップしてくれたから攻撃されないで済んだんですが、まあここで溜まりますねっていう。で。魅了と、あーしまったな、魅了確率っていうのでこっちやらない方が良かったかもしれないね。まあただこういう感じでマリー・アントワネットに関してはね、ほとんど攻撃を食らわず、しかも攻撃食らってもねスキルで回復することできるんで、まあ本当に壁役として強いと思う。ただねケーネス霊槍はつけない方がいいと思います。理由としてはケーネス霊槍多分つけると無敵と無敵が重なって使えないっていうのがあると、あ何とまあいう感じです。クフリンも耐久力とかいろいろやばいけど、マリア・アントワネットも相当な感じで壁役になってくれるな。まあ、石と奇跡は普通にいつでもウェルカムなんで、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、パーティー編成としてマリア・アントワネット使ってきました。で霊槍に関しては、まあ、自身クイック威力アップのやつつけてたんですが、まあやっぱりそっち系の方がいいんじゃないかなと思います。で多分アーツ性能アップってやつよりも NP 獲得量アップの方がいいんじゃないかなと思います。でスター集中に関しては絶対やらなくていい。でバスタークイックアップもそこまで、あけどクイックアップアーツ性能じゃなくて NP 獲得量アップ、この2つのどっちかとかでいいんじゃないかなと思います。あとは一応自身でクリティカルライダーっていうのもあるんで殴っていくっていうのもありなんですが、まあ、攻撃力的なことを考えると、まあ、やっぱりクリティカル威力アップするよりもなんか NP 獲得量とかそこら辺のを上げていった方がいいんじゃないかなと思います。ただマリー・アントワネットに関してはね、スキル上げだと鳳凰の羽とか心臓とか歯車結構食うな。あと蛇の宝玉も食べるのか。スキル上げは多分ちょっとしにくいと思います。ただやっぱレベル10にすることで本当にね壁役っていう感じになってくれるんで、まあ、相当強いからね、割と初期の段階めっちゃ使ってたからね割と使ってた、本当にずっとマリー・アントワネット入れてダメージ食らわないってやってた懐かしい記憶だよ本当に。まあ、最近はどちらかっていうと壁役するよりも殴ろうっていう感じになってるからね、あんま使えてないけど、まあ後々使っていきたいなっていうサーバントだね。いやもう一回使っていこうっていうサーバントって感じだね。ということで、今回ここで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から。おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。